SP 水曜劇場をご覧の皆様、こんばんは。手のひらサイズです。次の公演の紹介をさせていただきたいなと思ってまいりました。老人と怪物、これがですね10月の2日、3日、4日、5日、金土日、月曜日までやってるんですけども、アベノハルカスのウィング館9階でやっております。スペース9というところです。今回ですね、泥の子を見ていただいた方は雰囲気分かってらっしゃると思うんですけども、今回もですね今までの手のひらサイズとまたちょっと異質な感じで、作っております。老人と怪物、2面舞台でですね客席が両方にあって、お客さんが両方にいる中で作っていくんですけども、その中で2つの話がいろいろ交錯していく、老人と怪物、これ細かいことを言うとですねものすごい難しいことが書いてます。これだけ文章だけを見てもねものすごいわからないので、とりあえず1回見に来てください。1回見に来ていただいて、あ、いいなと思ったら2回3回と、全部で10ステージあるんですよね。西廊下と10ステージ、4日間で10ステージおかしいなと思った方いらっしゃると思いますけども、過酷なところを耐えている僕らも見に来てください。はい、そして、手のひらサイズの代表作でもある人生大車輪がですね、もう一度やっちゃうということで、東京だけなんですけれども、東京だけなんですよね、12月の22日から27日まで、年末の忙しい時にすみません、シアターグリーンベースシアターでやります。これはステージ数は書いてないので僕は全く把握しておりません。これも10回とか、なんか12回、これも10回とか12回やるんですか。結構何日ですか。頑張ろうよと。23、24、25、26、27、あ、6日ありますもんね。当然ですね。はい、6日あるので全然大丈夫ですね。はい、はい、ということなので、こちらもよろしくお願いします。お願いします。